ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。これはピンチ、センタリング。ここはいいディフェンス。さあこのまま攻め上がれるか。これはちょっと危険なプレーでした。ヘディング、狙いすぎたようです。ヘッドでつなぐ、ヘッド主審ファウルを取りました。これはイエローカード、少しレイトタックルでしたね。合わせた。さあどちらのボールになるのか。シュート、これはキーパーを褒めるべきでしょう。コーナーです。ここからどう攻める。戻してディフェンダーに当たった。シュート、狙いすぎたようです。25分経過。これはゴールキック、これは決めて欲しかった。ヘッドでつないで、危険なタックル。狙いすぎたようです。ナイスファイト。オフサイドにはならなかった。ファーサイド、頭でつないで、ふわっと上げる。オフサイドの網にはかからない。折り返す。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。
合わせた。出た。キラーパスになるのか。ポスト。郵便です。後半15分経過。果敢にスライディング。なかなかゴールを割れません。狙ってきた。危険なタックル。これはイエローカード。後半35分をすでに過ぎました。チャンスを伺います。ガンガンプレスをかけます。シュート。なんてアートだ。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。コースのアンサンブルがうまくいっているようです。合わせた。流れを止めた。リロードのようなボールタッチ。おっと、足がかかった。これはイエローカードを取られました。この位置からのフリーキックですよ。十分狙い道ですかね。きた。クロスバーを直撃。スーパービューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。ついに追いつかれてしまった。恨みきれません。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。彼は本当に視野が広いですね。1人目、確実に入れました。1人目、決めました。1点取り返しました。2人目、慎重に決めました。ワンポイントリードです。2人目、難なく決めました。3人目、慎重に決めました。3人目、点取り返しました。4人目、慎重に決めました。4人目、弾かれた。5人目、静かにゴールを見据えます。あっと、これはいた。5人目、これは外せない。
タンドが遠のきます。6人目確実に入れました。ワンポイントリードです。6人目大きく一つ息をして助走を取ります。これは狙いすぎ。 PK 戦を制して勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。